くぞ三剣。命と引き換えにして貴様を撃つ。趙雲様、劉備様がいなくなりました。本陣から林を抜け東へと進まれたようです。私は劉備殿を救う。趙王と韓光は南へと軍を進めてくれ。失敗したか。このままではまずい。援軍を呼ばねば。
挑戦中です。劉備殿が見つかったか。今すぐ援護に向かねば。要所に向かって進軍を開始します。遅れないようにしてください。失うわけにはいきません。おお、超運。すまない、心配をかけてしまったな。私はもうここまでか。劉備殿の血の世を見てみたかった。消えやがったな。せっかよ。
さあ、みんな、私に勝ち時を聞かせてくれ。劉備の劇場は孫悟の治癒の前に打ち砕かれた。蜀の将兵は劉備を守りつつ白帝城へと後退する。戦の中死力を尽くした劉備はそこで病の床に伏した。蜀の諸将と万民が心配する中、弱まっていく劉備の命だが、劉備自身はそれを静かに受け入れていた。未だ道半ばだが、生きた、己として生き戦い抜いた。大志を掲げ、天下万民を思い、時に己の情に従って、だから悔いはない、この終焉をも己の運命と思える。この先は後に続く者たちがそれぞれの道を戦い抜くだろう。ならばこの命は今、桃園に誓い合った義兄弟たちのもとへ。英雄は戦乱の世から解き放たれる。劉備様は、劉備様は大丈夫じゃろうか。これを劉備様に食わしてやってけれ。劉備様、劉備様、諸葛亮、あとは頼む。蜀の皆を、私たちの陣の志を。将校殿、辛い思いをさせてすまなかった。玄徳様、私幸せだった。おお、雲長、よくとく、どこへ行っていたのだ。いや、玄徳様、行かないで。ああ、誓ったではないか。私たちはいつまでも共に。玄徳様、仁徳の英雄劉備は医療の戦を終えると静かに世を去った。蜀漢の帝位は劉備の志士劉禅が継ぎ、諸葛亮がその補佐となる。諸葛亮は孫悟に使者を送ると関係を修復、両者の名を新たにした。またその後、諸葛亮は異民族の多い南中へと出兵、彼の地を滑る大王孟獲を振幅させ、一帯を平定した。これで孝子の憂いなし、覇道を進む大国魏を倒し乱世を終える。4年に及ぶ入念な準備を経て、諸葛亮は魏に対し北伐を開始した。
まず北の各軍を制してから長安へと進み、その先の巨匠を目指す。道は遠大、しかし何としても亡き劉備の悲願を遂げるため、自らを奮い立たせ、諸葛亮は義が守る天水の地へと向かった。趙雲、正妻、そして新帝劉禅も各々の思いを胸に戦場に立つ。志を受け継いでいるぞ。信じる者のため、趙子龍、いざ参る。天水を攻めるのも北伐の一環か。長安、その先の巨匠まで道は遠いな。劉禅様はなんていうかな、悪いお方じゃないが頼りなくてな。命預けるこっちとしてはちょっと不安だな。マタイ殿もおかしな人だ。あの調子でどこにでも溶け込んでしまう。
敵には若き槍の使い手がいるらしい。キリンとかいう。そりゃキリンジだ。最地に優れた若者って意味で言うんだよ。観光殿はぼんやりして見える方です。実際何を考えているんでしょうね。情報殿と観光殿は幼馴染、一緒に鍛錬をして育った仲です。長宝殿は長飛殿のご子息です。正妻殿の兄上でもいらっしゃいます。関羽殿のお子たちそっくりだな。天然、いや世間連れしていないところが。長宝殿は面倒見の良すぎる方、いつも誰かの世話を焼きたがっています。劉備殿はもういないんだよな。親父たちが連れてっちまったのかな。それはわからない。だが今こそ力を尽くすべき時だと思う。ああそうだな。俺たちで職を守って陣の世を作ろうぜ。きっとそれが親父たちの望みでもあるんだよな。この戦は北伐の第一歩、勝利のため力を尽くすつもりです。俺は龍禅様を支え職を守ります。親父もそれを望んでいるはずですから。劉備殿のことは悲しいけど、立ち止まってばっかじゃいられないよね。俺たちで作ろうよ陣の世ってやつをね。観光殿は美少年でいらっしゃる。そうだ、生徒の観光大使に任命しては。龍禅様は優しく清らかなお方。龍禅様は私が守ります。この命に代えても。天水の守備を担うのは馬順。この男あまり良い噂は聞きませんな。人を信じず責任転嫁で保身を図る小物、なかなかの悪評ですな。正妻様はあの長飛様のご息女だ。信じられるか。絶対奥方様の血だよね。あの長飛様の娘があんなお美しいなんて。俺です。俺って言ってもあの俺じゃありません。俺の父は劉備殿が亡くなってすぐに。ですが父の意志は俺が継ぎます。恩返しする相手は劉禅様に代わります。でも陣の世を目指す心はずっと同じです。趙雲殿もすっかり若い将のお守り役ですね。趙雲殿もすっかり若い将のお守り役ですね。父上亡き今、私に何ができるのか、そなたの意見を聞きたい。龍禅様、
お父上の偉大さに落ちませんよ。龍禅様は龍禅様なのです。ただ民を思った劉備殿の心はお忘れなく、仁こそが我ら諸君を導く光なのです。そうか、仁だな。わかったぞ。この劉公子深く心に刻もう。それで諸葛亮、この戦どうすればよいのだ。天水南安安定、三軍を得てこの地を制します。しかし義軍の守りは固いでしょう。そこで趙雲殿に敵を引きつけてもらいます。その間に我らは急ぎ天水を落とします。後のことはその都度ご説明いたしましょう。そうか、諸葛亮の言う通りにしよう。では行くぞ。この北伐の果てに陣の世を勝ち取ります。まずはここ天水の周辺を制圧しましょう。承知しました。見ていてください。まずは天水を制圧しましょう。ですが城の前の敵軍が邪魔です。東の砦を制圧するのが効果的でしょう。たった一人の猛攻、我が知略を餌食に与えないらしい。策の練り直しだ。敵将討ち取ったい。私はここで止める。伝令、本隊が敵の伏兵にあった模様。対処できるので増援は無用とのことです。うん、分かった。私はここで自らの任務を果たそう。ダメだ、どうしようもねえ。
損失すればどうなるか身をもって知るがいい。知略が破れようと敵将撃ち取ったり。この私がいる限り天水の地は渡さない。なかなかの槍の使い手と見える。いざこの超支流がお相手に立つ。ご無用、必ずや倒してみせます。いえ、あの者を捕らえましょう。承知した。いいですか、あの脅威の石を生かして捕らえるのです。内側から崩れるはずです。
安定城へ向け進軍を開始した模様です。諸君の軍師諸葛亮、やはり相当の知恵者だ。受けてみろ。警戒するようみんなに伝えなきゃ。この俺が相手だ。さすがです。その調子でお願いしますよ。するもの追い知るがよい。言うとねばん。私の知略を破れようと敵将打ち取ったり。これで準備は完
成したい。勝者を出してください。勝者で門を開けるつもりか。そうはさせんぞ。勝者を敵の攻撃にさらしてはなりません。付近にいる敵軍を一掃してください。遠霊脅威が今度は南岸城へ進軍を開始しました。その首、もらい受ける。いざ。受けてみろ。なんという武勇。進軍中とのことです。こうなってしまっては仕方ない。せめて馬順殿の退路は確保しなければ。何、安定も南岸も陥落しただと。俺は退却する。お前たちは足止めをせよ。あの人たち、ちょっとひどいよね。ひどい。悪くな。この感じ、忘れない。
撤退しましょう。ここに撤退しようだ。一心はお前のせい。責任を持って戦え。なぜ？私をもてあそぶような戦を、これ以上生き恥を、さあ首を打て。失礼しました。ですがこうでもしないとあなたと話せませんでした。脅威、共に行きましょう。私はあなたの英知が欲しい。ようやく諸葛亮殿の意図が分かった。脅威、その武勇も見事。ぜひ私たちの仲間として戦ってほしい。黙れ。人を陥れて何が共にだ。私は義の将だ。その義の将たちはあなたを置いて逃げた。悲しい思いをさせてしまったのだな。だがそれもそなたを求める一心ゆえ、お願いだ。どうか私たちと共に仁の世を目指してほしい。不思議だ。あなたの言葉は私の心を溶かす。あなたたちの陣へ案内してください。天水を制し、さらなる北進の足がかりを得た諸葛亮ら諸君。またここでは、
魏軍の将であった麒麟寺、脅威を仲間として得た。一方魏では智謀の師司馬懿が蜀の北伐への対策を立案。漢中と前線を結ぶ領道上の要地外堤を奪うべく進軍を開始した。これを知った諸葛亮は領道を死守すべく外堤へと急行する。外堤は山地だが高所の利は薄く、山間を走る街道の防備が重要。地勢を熟知する諸葛亮は各省に街道での布陣を命じた。しかし功を急ぐ諸葛亮の弟子馬謖がその命を破り山上に布陣。果たして馬謖は魏軍に包囲され、戦線は崩壊してしまう。諸葛亮は断腸の思いで全軍に退却戦を命じた。脅威、月英、長宝、漢口が外堤の窮地に活路を開く。漢安国、勝利のため手を尽くすつもりだ。天水の戦いの後、脅威殿の才は瞬く間に職で認められました。職匠としてのこれからの活躍が楽しみですな。月英殿は諸葛亮殿の奥方です。何でも発明のご趣味らしいですわ。月英殿の手料理は絶品とか。ぜひご評判に預かりたいものですな。馬謖殿は孔明様が見出した若者。孔明様はさぞ胸を痛めておられるでしょう。夫の苦しみを共にし癒すのが妻の務め。何としてもこの状況を打開します。戦を前に足がすくんでしまいます。俺たち無事撤退できるでしょうか。馬謖は優秀な馬氏ご兄弟の一人です。諸葛亮殿も随分買っておられました。それがこんな失態を犯すとは。人間、己の才を過信するもんじゃないですね。みんなで無事帰れるといいな。馬謖殿のお兄さんの馬行殿、眉毛だけ白いんですって。ああ、こんな話じゃ盛り上がりませんよね。すみません。山によるのは戦の常道。しかし上将は戦の前にそれを禁じていた。いや、もはやそれを語っても仕方ない。この私が事態を打開しよう。海底を諦めての撤退戦か。せっかくここまで兵を進めたのにな。
諸葛亮様も無念だろうな。積み上げた戦略が全部水の泡だものな。こういう重苦しい雰囲気苦手です。麓に展開する義軍が水路を潰したらしい。山頂の陣では乾きが限界だろう。あの陣には俺の仲間もいるんだ。早く助けてやらねば。苦戦してる奴らが心配だ。あとどれだけ持つか。敵の芝居ももうそろそろつくらしい。早く助けてやりたいが、この状況じゃ。味方を救い撤退する。それならいくつかの手はあると思う。それに趙雲殿もこちらに向かっている。退路は確保してもらえるだろう。すごいな観光。この状況でいくつも策が思いつくのか。ああ、策を考えるのは嫌いじゃないから。嫌いじゃないからお前らしいな。諸葛亮殿、最近顔色悪くないですか。時折咳もなさっているような。俺です。俺いつも戦場についてきてる俺です。ここで北伐が終われば国に帰れる。いや、良くない状況なのは分かってますが、後悔したくはありません。帰ったらあの子に告白すると誓います。馬謖殿を無事救い出したとしても軍旗からは誰もかばえないか。馬謖殿の気持ちも分からぬでもない。脅威殿がいらして焦っていたからな。海底であがいて生き残るぞ。おい、シャレになってるぞ。お前はいつも無意識にそうだな。
馬食は山頂で敵に囲まれています。急がねば救出も危うい状況でしょう。しかし進軍路はたった一つ、他の道は長江により岩で塞がれています。山頂への布陣は我が弟子馬食の不明、そして彼にこの外邸を任せた私の不明。火は私たち二人にあります。ですが苦境にある兵らに罪はありません。恥を忍んでお願いします。どうか一人でも多くの兵を救ってください。馬食の部隊を救出も外邸から撤退します。各軍速やかに行動に移ってください。隙だらけ落ちしました。上将、必ずや馬食殿を救出してまいります。ここか、隙だらけ、何か罠か、十分注意して進軍してください。承知しました。罠か、注意しなくて。
方法にお助けいただけるとありがとうございます。来い、我がチームで守ってくれるわ。おお、素晴らしいご活躍。敵将軍、討ち取った。どう、この窮地を救ってくれるか。ありがたい、この恩義、忠誠忘れんぞ。敵将、討ち取った。おお、よくやってくれた。時間を取るでしょう。先を急がなくては。多くで無駄な将は戦場には不要。長春乱が打ち果たしましょう。魔食殿、この敗戦の席を負わされるため、それで敵に打たせたりはしない。敵将、討ち取った。無策で窮地に陥った仲間を助けに美しいですが、愚かでありますか。私たちの大切なもの、挑戦だ。この首もらい受ける。いざ。助けに来てくれたのか。このような過ちを犯してしまった私を。さあ、馬食殿、一緒に本陣へ戻ろう。上将があなたを待っておられる。遠寧、魏軍本隊が到来しました。引
率いているのは芝居のようです。マナ弟子がこのような無様を晒すと諸葛亮の程度も知れるというものだ。敵の本体と戦うだけの余力はない。敵を避け本体へと戻りましょう。素晴らしいご活躍。カンコン、成長したな。お前の勇姿が見られて嬉しいぜ。よし、来たか。石を落とし、食の侵入を阻め。撤退している敵をなお攻める。止めなければ被害が増える一方だ。エンネ、イカダ増援が到着。ここが脱出を助けるため本陣を防備するとのこと。ここが、この本陣は超飛竜が死守する。ここが、皆撤退を急げ。ここが、おお、隕石は止まったのか。ありがたい。ここで私の先に進める。おお、ギラークよくやってくれた。
敵将軍討ち取った。観光成長したな。お前の勇姿が見られて嬉しいぜ。ここまで追い詰めたのだ。決して逃がさんぞ。本陣だ。馬食殿、頑張りましょう。わかった。逃さない。私も記憶を振り絞ろう。本陣前に敵が。これでもはや戻ることは。本陣の目は諦め必要はない。敵がいる。倒すのに弱点か。援軍とは願ってもない。ここから巻き返しましょうぞ。ミラシ城ってんだ。忘れてくれて構わないぜ。よっ、ここが過去を中継ってんだ。よろしくな。やった。ここがいつもながらお見事な武勇。策に出番もありませんが。少将、この敗戦、北伐にとって大きな痛手で、そしてその日は全て私にあります。あなたを任じたのはこの私ならばこそ。私もなりません。心象筆罰心得ております。上将、どうか公正なる裁きを賜りますよう。食軍は相応の被害を出しながらも外邸の支地を脱した。諸葛亮は諦めることなく、その後も幾度かの北伐を試みる。しかし戦局は膠着。その後6年にもわたり一進一退を繰り返した。疲弊していく蜀の国と将兵、そして前例をもって北伐に挑む諸葛亮もその激務から病を得る。尽きようとする己の命、残された時間はわずか。ならば今こそ全てをかけて。諸葛亮は己の病をひた隠しにすると蜀の主戦力を率い進軍。
不風軍五条原の地で芝居率いる義軍と対峙した。危機迫る諸葛亮の姿に脅威、馬隊、義援、正妻の闘志も高ぶる。いざこの一戦の先に蜀の未来を勝ち取るために。この一戦にかかっています。戦に散った命のため、生まれ来る命のため、陣の世を開き乱世を過去のものとするのです。上将大丈夫です。さあ始めましょう。時代を担うあなたたちの力頼りにしていますよ。時代よ、今こそ私たちの手で乱世を終える。この五条原での戦、是が非でも制します。全軍敵本陣に対抗してください。上司が無理を押して戦っている。それか、早急に決着をつければ。任務を遂行せ、兵器を披露せよ。昔に近づけてくるなんてどうしてる。矢の雨で目を覚まさせてやるよ。Thank you.
けもない。ここから巻き返しましょうぞ。その勢い誰にも止められますまい。この俺が相手だ。
けてくれますな。総大将にたわけたことをもう我慢なんだ。出戦してくれ。
誰にも止められますまい。伝令、東に敵の増援が現れました。敵の増援が来たか。では戦が長引いてしまうか。諸葛亮がいない諸君など興味ないわ。し、しょう、残った敵を踏み潰してこい。よし、ここか。芝居が門を開けた。敵の奴の首を取る時だ。君自ら打ち果たしてくれるな。諸君のため、そして上昇の悲願のため、芝居、前はこの私が打つ。私に勝てるつもりか。なんと見えないな。加工出会ったことはどうなんですか。Yeah!
ここまでだ。芝居、お前の感知は破った。時代は私たちが開く。バカめが、思い上がるな若造。この戦はお前たちにくれてやろうが、勝ったのは私だ。何？進めるのか。お前たちだけでこの先に続く道を。まさか。上昇。上昇。あなたなしで歩めというのですか。星は流れ、虚空へと消えた。希代の軍師諸葛亮、五丈原の先陣に没す。比類なき英知で劉備を支え、劉備なき後もその大志に準じた男。その死は蜀のすべての者に深い衝撃と悲しみを与えた。指導者を失った蜀軍は一時後退、北伐は膠着が続く形となる。これからの蜀はいかに進むべきか。もはや仰ぎ見る空に輝く星はない。しかしその残光は、大志は残された者の胸に強く輝く。だから前へと進める。平穏なる仁の世を目指して、続く戦乱の世の果てに目指すしるべがある限り、若者たちは戦う。光が指し示す未来へと向かって。おお、いるいる。よし、せーの、よい。俺たちが頑張らないとね。見ていてください、上昇。陣の世、必ずや私たちの手で。旅人と呼ばれていた。そして
正しい場所